皆さん、こんにちは。今日はですね、ビエラの機械がどのような中でパイが構成されるか、ちょっと見ていただきたいと思います。この機械はですね、非常に、単純な機械でございます。そのために構造がですね、こういうのただ落とされたパイが各コーナー4面ですね、這い上がってくれてですかね、拾われて上がってきますので、そうな面でも、しっきりも強く、非常に単純な機械でございます。その点ですね、従来のあれと違いまして、お値段の方がですね、お安くですね、させていただいております。ぜひ皆様方のお店の方でもご検討の方をよろしくお願いいたします。